はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は7月2日日曜日、聖霊降臨節第6主日の日曜日の朝を迎えました。今日もみんなと一緒にこの礼拝堂に帰ってくることができて本当に嬉しいです。そう、あっという間に7月に入りましたね。毎日暑い日が続いています。皆さん元気ですか？そう、この間東京の四ツ谷というところに行った時に、今年初めてセミの声を聞きました。まあ、そう、聞いた時はまだ6月だったんですが、ね、こんなに暑い日が続いてるからもう一足先に出てきたのかなと思いました。皆さんが住んでいるところではセミ鳴いてますか？それでは今日も一緒にお礼拝始めましょう。私は道であり、真理であり、命である。共に賛美歌を歌いましょう。子ども賛美歌改訂版を持っているお友達は子ども賛美歌を、修法を持っているお友達は修法を開いてください。賛美歌の119番、主に従うことはを一緒に歌いましょう。それでは共に7月のリタニーを祈りましょう。主を開いてください。7月、イエス様の力というお名前のついたリタニーです。皆さんはみんなと書いているところと、あと一緒にと書いているところを読んでください。共に7月のリタニーを祈りましょう。7月のリタニー。神様は私を招いてくださった。すべての子供を招いてくださった。子供たちよと呼びかけてくださる神様、私たちを憐み、許してください。
祈りながらイエス様についていきます。新しく生まれる約束を信じます。イエス様は罪と死に打ち勝たれました。暗闇を恐れず歩んでいきますように。神様はイエス様を十字架につけてまで私たちを招いてくださった。すべての人を招いてくださった。イエス様の力と聖霊を信じます。アーメン。では共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日も新しい朝をお与えくださりありがとうございます。今日もみんな元気に集まることができました。ありがとうございます。神様、あっという間に月日が流れ7月になりました。毎日暑い日が続いています。熱中症やまたいろんなことで倒れてしまっているお友達や、また思うようにいかなくなっている、そんな人もいると思います。お外で遊びたいのに遊べない日もあります。神様、一人一人の心とまた体を守ってください。平和を求めて祈り続けています。ウクライナのお友達のために、スーダンのお友達のために、ミャンマーのお友達のために、トルコやシリアのお友達のために、どうか一人一人がしっかりと命が守られますように、みんなで祈りの輪を広げていくことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。はい、共に聖書を開きましょう。今日は新約聖書です。マルコによる福音書3章の13節から19節まで。マルコによる福音書の3章の13節から19節までです。マルコによって記された主イエス・キリストの福音。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名前をつけられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲルです、すなわち雷の子らという名をつけられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファエの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。我らの主イエス・キリストの福音。さて、今日の聖書にはイエス様が大勢の人たちの中から、本当にいっぱいいろんな人たちが集まっていたみたいです。イエスのお言葉を聞きたかったんですね。そんな大勢の人たちの中から12人、こっちかな、12人だけを特別に選んで使徒という名前を付けられた時のことをが記されていました。どのようなことがあったんでしょうか。共に見ていきましょう。今日からイエス様たちのいる場所はガリラヤ湖のほとりから山の上に移られました。山、まあそんなに高い山じゃなかったと思います。みんなが登ることができるぐらいの山です。この山の上という場所は旧約聖書の時代から、まあ、天国に近いところとされ、神様のためにお祈りをする場所、あるいは特別なことを行う場所として大事にされていました。イエス様はその
山の上で12人を選ばれたんです。イエス様はこの弟子たちに3つのお仕事を任せようとしました。1つ目はイエス様のそばにいて神様のことを学ぶために、これが1つ目。2つ目は行って人々に神様のことを伝えること、これが2つ目。しっかり勉強して学んで、そして神様のことをみんなに伝えるということ。そして3つ目が悪霊を追い出すことでした。そう、大事なお仕事です。一つ一つ大事なお仕事ですが、まあでもそれも普通の人ではできないようなことでした。神様についてお勉強すること、それを人たちにみんなに教えること、そして悪霊を追い出すこと、なかなか難しいですよね。でも不思議なんです。今日イエス様が選ばれた12人の姿を見ていると、この12人の人たちはみんな普通の人でした。元漁師さんもいますし、徴税人もいます。特別な力を持っている人や、ずば抜けた頭がいい人、そして誰よりも熱心な人というわけじゃなくて、私たちと一緒、普通の人たちでした。いっぱいいろんなことがあって疲れてくると、ああもうしんどい、やめたいって思う人もいたでしょうし、疑い深い人もいました。信じられないっていう、そんな人たちもいたんです。私たちと同じ人たちでした。そんな彼らがイエス様から使徒というお名前をつけられて、新しい人生が始まりました。誇らしかったと思います。嬉しかったと思います。ここからこの一人一人12人の人生、新しい人生が始まったんです。私たちも普通の人です。私も普通の人です。でもこのような私たちのことをイエス様はちゃんと見つめて、こっちにおいでと声をかけて、神様のお仕事をしなさいと私たちに大事なお仕事を与えてくれます。私たちもその声に応えて、神様の御用に仕えていきたいと思います。それでは共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日も新しい朝をお与えくださりありがとうございます。今日私たちはイエス様が12人の弟子たちを呼び寄せて、使徒とお名前をつけて大事にされる様子を見ました。神様ありがとうございます。私たちも普通の人です。特別な力はありません。でも神様、私たちもイエス様からこっちにおいでと声をかけられて、神様の御用に預かりたいと願っています。一人一人を見つめてくださる神様、私たちもあなたの御用をすることができますように、神様、聖霊を豊かに注いでください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。はい、それでは感謝の献金を捧げましょう。
共にイエス様が私たちにこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。司法を開いてください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。共に神の栄光をたたえましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。これで今日のお礼拝終わります。ありがとうございました。そう、毎日暑い日が続いていますね。熱中症にも気をつけて、ちゃんと水分を取りながら過ごしていきましょうね。では今日の礼拝これで終わります。ありがとうございました。ではまた来週の礼拝でお会いしましょう。